don't understand that we get one chance, one chance. Yo, you will never regret the things that we'll do. Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we'll look back at this, the summer night. The summer night. The summer night. 猿がいる。かわいい。その距離感でかわいいって怖がってるようにしか見えない。触れないからね、やめなよ。ちょっと触るのはさ、さすがにちょっとね。おうおうおう。何喧嘩してんの？なんかご飯の取り合いしてた。しょっぱな猿だよ。番宣、ね、しょっぱな猿。そんなことよりもほら目的地そこだから。かわいいよねこの建物、うん、すごいなんか雰囲気が。ちょっと中入りたい。Where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. めっちゃ美味しい。甘すぎないし。何なんだろう、チーズケーキかな。うん。あのブーブルフロマージュかな。ああ、なるほどね。うん、あとすごい可愛いね。ねえ、本当にめっちゃ建物が可愛い。超雰囲気、白いレンガがすごい雰囲気が良、うん、くなってる、うん、しかもさ、めちゃめちゃオーシャンビューだしねえ。で、すごいいいな、ありがたいなって思うのがさ、向こう側の柵も全部ガラスにしてくれてるじゃん。そう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 。で、これは来る価値ありだね。ねえ、ここすごい。天気がピッカピカに晴れてたらなお良かったけど。そう、このぐらいのがいいんじゃない？暑くなくて。まあ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 ね。でもなんかやっぱ海と空はもっときっと綺麗じゃん。すごーい。初めて番宣ビーチ来たけど、すごいねこの雰囲気、ね、なんか全然想像してたよりいいね。パタヤとはまた違って、ね、ちょっと俺こういうとこの方が好きかも。なんかもうさ、お昼時だしさ、うん、どうする、なんかビーチチェアとか座りながらなんかご飯食べる。そうしよう。ちょっとゆっくりするか。なんか雨も止んだしね、うん。ね、めっちゃ風が気持ちいいよね。ずっと風吹いてるよねここ、うん、風が抜けるからさ、すごい涼しい。そう、でもちょっと一歩日向に出たらすごい暑いよ。まあでも本当雨さ止んでくれてよかったよね。ね、天気も良くなってきたし。で、ご飯、ご飯、お昼ご飯食べよう。はい。カオパップって言ってた。
ね、そういえばさ、タケミはどっかなんか行きたいところがあるんでしょ。そう、一つね、行ってみたいカフェがあるの。どうしてもそこに行きたいどうしても行きたいのね。絶対に行きたい。それ行かないっていう選択肢はないわけね。ない。そのために今日は番宣に来ましたまあ、じゃあしょうがないから行こう。付き合ってくれますか。うん、いいよ。はい、ありがとうございます。じゃあ行こうOK。To keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet なんかさ、番宣もさ、意外とっていうか初めて来たからあれだったけど、おしゃれなとこ多いね。ね、うん、でどうしても来たかったのがこのさ、近未来感あの、ごめん、職業柄すぐあスペースマウンテンって思っちゃったけどそう、どうしてもね、なんかこのドーム感に惹かれて来たかったの、うん、確かに、面白いね。ね、なんかすごい海の家感がすごいけどね。ここはシーフード屋さんなんでしょ。そう、シーフードクラブ番宣っていう名前、お店の。そうそうそう。じゃあちょっと早めのディナーかな。そうだね、帰りのバスもあるから、うん、そうだね、そう、日帰りだからね、なんつったって今日はね、うん、すごい景色がいい。さりまーす。めっちゃ海辺、潮の匂い。ちょっと待って、でもね、雨が降ってきた。突然の雨でみんな一斉にな、ね、すごいね、急に降ってきたね。ギリギリセーフだね。そうだね。まあまあそんなこともあるでしょう。そうだね、多分明るいからすぐ止むと思うんだよね、うん、かもね、うん、まあじゃあゆっくり焦らず食べよう。でれー、エビ、ね、平べったいエビだよね、これ。念願のエビ。いや、だって切ってあるもん、半分です。あ、そういうこと。そう、エビのガーリック炒めね。これなんかちょっとすごい美味しそうだったからさ、ちょっとあの、うん、値段にはひるんだけど頼んでみちゃった。美味しそうだよね、うん、いい匂いだし。いただきます。あ、うまい。あ、めっちゃうまい。マジか。あのね、まあ、ガーリックってなんでこんなに美味しいんだろうね。ね、最強だよね、うん、ああうまっ。え、これはねさすがですわ、うん、頼んでよかったね。じゃあ、うん、あともう一個は、こっちの一個はなんか何、スズキだっけ。うん、スズキ、スズキ、キス、キス、うん、の揚げたのとナンプラーがけみたいな。あ、美味しいよ普通に。ナンプラーかかってる。うん、味するちゃんと。そうなんだ。なんかナムチムついてるからさ、ナムチムつけなきゃいけないのかと思ってた。し、なんか全然見た目ね、そんなになんていうの、色がちゃんとしっかりついてる感じはなかったけど、ね、素揚げっぽいもんね。めっちゃ美味しい。あ、マジか、うん、じゃあ早速ちょっといただこう、冷める前にね。 I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah,
never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. さあ、もうすぐ帰る時間だけど、どうだった番宣？いや、早かった、一日ね。次は泊まりとかで来てみたいよね。そうだね、なんかさっきも言ったけどさ、すごいおしゃれなところもいっぱいあるしさね、他にもちょっと行きたいとこあったけど、時間的にどうしてもね、もう行けないもんね。なんかさ、タクシーで結構移動したじゃん、うん、で移動してる間にもさ、すごいなんか、あ、いい雰囲気だなってお店とかいっぱいあったしさ。そうだね、ちらほら見つけたね、うん、ちょっとここはまた来たいな。そう、こんなにね、なんかすごい、何いいところっていうか、雰囲気がいいと思ってなかったからさ、正直ね、来る前は、ね、番宣ビーチとかもすごい雰囲気良くて、うん、泣く泣く移動したけど全然あそこだけで半日は入れるよね、うん、しかもなんかビーチの前に結構いい雰囲気のホテルとかもあったしね。ね、今度はそういうとこも泊まりできたんで。じゃあバンコクに帰りますか。はい、しょうがない、帰りましょう